はい、報酬。あー、このようになってます。あー、まさかの。あー、なるほど。はい、どうもみなさん、こんにちは、キです。今回もね、ポケモンスカーレット・バイオレットやっていきたいと思います。で、本日12月9日ということで、で、今朝9時をもう過ぎてるんで、ボーマンダレイドとね、バンギラスレイドが始まってるので、今回それをね、いち早くプレイして、報酬がね、どのようなもんなのかとか、あと強さですね、がどのようなものなのかっていうのをね、ちょっと見てみたいと思います。では早速、もう更新されてるのかな？なんかそれっぽいものが出ませんね。なのでちょっと一回再起動してもう一回入ってみたいと思います。はい、さっきですね、一度入り直してそれでも出なかったんで時間変更を使ったらこのように出てきました。こうね、あのキラキラのイベントのテラレイドがしっかり出てきたんで、多分これがバンギラスとボーマンダやと思うんで、ボーマンダってなんかすごいイントネーションやったな。ボーマンダなので、そこにね一回行ってみたいと思います。まあ、星4か星5でもねまた分かれると思うんですが、報酬がね、できるだけ星5を調査してね行きたいと思います。はい、着きました。さあ、どうだ。おお、バンギラス星5や。よしよしよし。じゃあこれで、今回ソロで、やってみたいと思います。まあ、おなじみのねニンフィアちゃんで行きます。さあ来ましたよ、バンギラス。おい、いかついね。ボーマンダよりやっぱバンギラスの方がいかついな。よし、まあ、とりあえず耐久を、まあ、メインでこっちはね頑張りたいんで、まあ、やっぱドレインキッス攻めでとりあえず瞑想でいきます。よし、これで特攻と特防上げて、どんな技で来るかですね。あ、冷凍パンチ？なるほど、冷凍パンチしてきますね。まあ、あとはもうあれでいいかな、ドレインキスでいいかな。よし、いけ、ドレインキス、ドーン。あ、結構通る。まあ、効果抜群ではないとはいえね、結構通りますね、バンギラスにはね。噛み砕く。ああ、全然やな、全然や。まあ、星6じゃないんでね。はい、このようにね、まあ、そんなに強くないという印象がありますね。よし、ドレインキスいけ。よし、いい感じや。しかも味方も結構強いね。ギガインパクト、ギガインパクトやばい。おお、なるほど。これギガインパクトってあれじゃない、あいつも持ってなかったっけ、あのコライドンとか違かったっけ。いや、持ってたような気するけど。あ、テラスタル使える。よし、これで攻撃倍増。はい、いいね、めちゃめちゃ通るね。ドレインキッスでも全然いけますね。こんな感じで全然削れる。で、相手の攻撃も全然強くないんで相性がいいですね。まあ、テラスタイプにもよるかもしれないですけどね、相手の。さあ、シールドが割られました。もう虫の息ですよ、向こうは。あと多分一撃でドレインキッスで沈むと思うんで、さあやって終わりなさい、ドン。はい、オッケー。こんな感じでソロでも全然いけますね。バンギラスは倒れたと。まあ、せっかくなんで捕まえときましょうか。さあ、バンギラスとりあえず捕まえましたよ。オッケー。さあ、あー、なるほど、このようになってますね。報酬、経験飴 LXL 手に入るもののの、まさかの秘伝スパイスない。マジ秘伝スパイスがないだと。皆さん、驚きの、まあでもちょっと待って、驚きの事実と言おうとしたけども、まだ1回しかやってないんでまだ分からんのよな、断定はできひん。まあ、とりあえずバンギラスね手に入ったということで OK で、次はボーマンダですね。このままマップにあるのかな、これ以外の。あ、ある、何個かある。これじゃないな、これやな、これキラキラ光ってるんで、これがボーマンダやとしたら、ちょっと早速ねやってみたいと思います。
さあたどり着きましたね。さあこれは、あーバンギダスか。ちょっとボーマンダー行きたいからボーマンダー行きましょうか。さあ着きましたよ。ではこれは、あーまたバンギダス。バンギダスめっちゃ多いな。ボーマンダー出てほしいんやけど。さあ今度こそボーマンダーかな。さあここは頼む。あーなんで今日なんか バンギダスの日なの今日。はい、ちょっとあれからですね、何度か日付変更をやり直して検証してみたんですが、ちょっと分かったことがありまして、スカーレットの人はボーマンダじゃなくてもう完全にこれしか出ない、バンギダスしか出ないという感じになってますね。なんでボーマンダが欲しい人はオンラインでポケポータルからね、テラレイドバトルやらないといけないという感じになります。で逆にバイオレットの人は、自分で出すのはもうボーマンダしか出せないと。逆にバンギラス出そうと思ったら、まあ、出そうと思ったらというかね、欲しかったら、オンラインの方でね、イベントレイドに参加するかと、そういう感じみたいです。なんで僕今回ねボーマンダーまだ探せてないので、今からオンラインの方で、探してみたいと思います。ボーマンダーのねイベントレイドを。お、出てる出てる、ボーマンダーいますね。バッチリやな。よし、ちょうどいい。じゃあこのボーマンダーでいきます。とりあえずね、これあるあるだと思うんですけど、この募集がかかってるオンラインのねテラレイド全然入れないんですよね。めちゃめちゃ入りにくい。僕だけかな、あるあるだと思うんですけどね。はい、このようにですねボーマンダレイド参加することができました。はい、で、もうね倒せましたね。ちょっと危なかったけど、さっきダブルウィングっていう技がめちゃめちゃ強かった。多分ねバンギラス倒す人はだいぶ楽なんじゃないかなと思うけど、ボーマンダ結構技強いんでね、まあ、せっかくなんでこれも捕まえときましょう。よーし、ボーマンダも捕まえましたよ。はい、報酬、あーこのようになってます。あー、まさかの、まさかのないですね、秘伝スパイス。マジか、結構みんな楽しみにしてたのにな、秘伝スパイスは。だって経験飴ぐらいやったらね、他のリザードンレイドの方が美味しいし、まあやっぱ限定ポケモン捕まえれるっていうとこになんかメリットを置いてるんかな今回のイベントはっていう感じがしますね。はい、じゃあね、先ほど捕まえたバンギラスと、ボーマンダの強さ見ていきたいと思います。このようになっておりますということで、素早さが全然ないなバンギラスは。でボーマンダ見ていきましょう。ドラゴン飛行、テラスタイプは鋼で、この子も、この子は防御が弱いですね。あと特攻も弱いな。こんな慎重な性格、こんな感じになってます。はい、というわけで、今回ねちょっといろいろやってみて気づいたのが、バンギラスが自分的に結構めちゃめちゃ弱かったというか倒しやすかったですね。逆にボーマンダが技がね強い、ダブルウィングとか結構強かったんで、あっちの方がちょっと苦労するんじゃないかなって思ったのと、あとはですね、皆さんが楽しみにしてた秘伝スパイスが全然落ちなかったというのが結構衝撃的でしたね。一応まだね、試行回数2回なんで、まだね2回のうち、たまたまね2回ともその出なかったっていうのもあると思うんですけども、確率的にはそんなに高くないっていう、出たとしてもねそんなに高くないっていうのが分かったんで、秘伝スパイスを求めてこの2体を倒しに行くっていうのは、まあ絶対やめた方がいいというふうに思いました。うん、特にボーマンダはめちゃくちゃ強かったんで、ダブルウィングとかねすごい強かったんでね、まあ他の星5星6の普通のテラレイドですね、やった方が効率的にスパイスは稼げるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、一応ちょっと待てよ、投げてみるか。捕まえたバンギラスとボーマンダ、まあ持ってる人多いと思うからそんな意味ないかもしらんけど、ほら、はい、このようになっておりますということで、せっかくなんでボーマンダも行くか。よいしょ、はい、こんな感じになっております。なので、まあ、先ほども言った通りバイオレットの人はボーマンダしか出ないと思うんで、バンギラス欲しかったら、このねポケポータルからオンラインの方にアクセスして募集を、見つけると
でバンギラスのスカーレットの方も同じですね。スカーレットはボーマンダが出ないんでオンラインで探すしかないと、まあ、一番効率がいいのはやっぱりツイッターとかのね掲示板を使って、まあ、あの募集をかけるっていうのが結構いいんじゃないかなと、うん、思います。はい、というわけで今回はボーマンダとバンギラスのレイドイベントの、まあ、検証も兼ねたプレイでした。というわけで今後も皆さんの役に立つ動画撮っていくので、ぜひ役に立ったと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made by myself.